内見主任の物件紹介、始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。本日は大阪府は松原市の物件を案内していこうと思っています。今回ご紹介の物件、最寄り駅は近鉄南大阪線布施駅から徒歩5分の場所に位置します。駅周辺には住宅が多く、近くに診療所や昭和レトロな商店街、スーパーマーケットがあり、最低限生活に必要なものは徒歩の範囲で手に入るエリアです。バス停がすぐそばにあるため、電車で行けない場所へも行くことができます。交通の便に関しては、近鉄阿部野橋駅まで約20分、朝のラッシュ時でもすし詰め状態にならず、昼間以降は座ることができます。阿部野橋駅は大阪のターミナル駅でもある JR 天王寺駅への乗り換えがすぐで、天王寺駅近くの阿部野ハルカスや近鉄百貨店、ミオ、キューズモールなど大型商業施設にすぐ行けます。ということで、今回私立タイピング大学物知り同好会よりリ・サーチさんにコメンテーターとしてお越しいただいております。それではリ・サーチさん、本日もよろしくお願いいたします。それでは本日も張り切って内見していきましょう。今私たちはここにいる。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2021年10月地区の鉄筋コンクリート造地上2階建て。最寄り駅は近鉄南大阪線布施駅徒歩5分。出来たてほやほや、外観はおしゃれなコンクリートデザイナーズでございます。玄関前、メールボックス、宅配ボックスございます。まずは左側のお部屋から拝見します。緩やかな階段を上る先にはシックで頑丈な見た目の玄関ドア、モニター付きインターホン、何やら渋く怪しげな設備。こちらは電子キー式オートロック。最近ではスマートロックという言葉も耳にしますが、これも電子ロックの一つです。設定した番号をタップすることで解錠可能。 Open fire。 失礼します。玄関部分はコンパクトに仕上がっています。いろんなものを立てかけることができるスペースが何気に嬉しい。ミラー付きシューズボックスございます。こちらは約 12.4 畳のリビングスペース。新築の仕上がり具合、綺麗すぎて少し白光りしている印象です。ミルキーウェイなウッディタイルが非常に爽やか。エアコン完備、とりあえずこんな感じですが、まずは入り口周辺から順に見ていきます。Open fire。コンパクトなシューズボックス、棚の高さは調節可能。ちょっとしたフックが嬉しい。鍵類などはなくす前にここに全部かけちゃいましょう。そして続いてはこちら。Open fire。クローゼットございます。1人から2人ほど利用可能なサイズ感、ゆったりサイズでございます。おそらく入居者様用のプレゼントですが、何でしょうか。3リットル。いえいえ、ありがとうございます。こちらは入居時のスペシャルクリスマスプレゼント。お楽しみは後ほどということで。朝日が心地いい東向きの窓、ベランダの景色を見てみます。こちらは1階ですが、日当たりは良好、洗濯物は十分乾きます。コンクリートのブロックがおしゃれ、干す際にある程度プライバシーは隠せそうです。心配な方は、室内干しも気軽にできるように専用フックございます。取り外し可能で、雨天時はもちろん、プライバシーを守りながらいつでも気軽に洗濯物を干すことができます。こちらは家の中の古い空気を外に排気するための通り道、外部の新鮮な空気が循環する仕組みになっているようです。室内干しする際にできるだけ新鮮な空気で乾かせる、そんな効果に期待。ワクワクドキドキな設備でございます。ロフトの下にキッチン、そして備え付けのテレビもございます。シックで落ち着いた色合いにウッディタイルが映える、いかにも新築な印象の収納スペース。 Open fire。 上段の収納スペースにはお気に入りの DVD や一時的に使わなくなった配線類などをボックスにまとめ、ジャンルごとに収納したりして、さらに下のスペースをすっきりできます。こちらにも丁寧に説明ございます。埋め込み式 USB 端子、スマホやタブレットなど、様々なものが充電可能。こちらネット接続、テレビアンテナ線接続可能。このあたりもボックスにまとめてスッキリさせたいところ。
そうですね。テレビ周りはいろいろものがあふれるので、一箇所にまとめてしまえば残りのスペースがかなりゆったり使えそうです。ロフトも気になりますが、キッチンを見ていきます。非常に既視感あふれるキッチンスペース。何やら怖がりになっています。段差があるとスペースがより立体的に見え、キッチンと空間を分割できます。ちょっとした息抜きに腰掛けることもできます。Open fire. キッチンはタカラスタンダードの木製システムキッチン。ガスコンロが二口仕様です。なかなかボリューミーな収納スペース。単身用というよりかは同棲など、二人住まいでも十分なサイズ感。棚の高さは調節可能。棚を外せば、この場所を冷蔵庫スペースとしても利用できます。マグネットタイプの小物が使えて収納便利。商品がたくさんあるので自分だけのオリジナルキッチンが作れます。なるほどなるほど。伸びます。シャワー、減水、浄水、詰め替え用カートリッジも付属してくるのでいつでも新鮮なお水飲めちゃいます。レンゲやお玉、その他いろいろ。そしてこちらの怪しい設備は、失礼、どうやら怪しいのは私、感電 SOS のセキュリティシステムでございます。詳しくはこちらから。その他にも、給湯器リモコン、モニター本、エアコンのリモコンや照明リモコン等、わかりやすくまとまっています。こちらは調味料や調理器具をしまったりパントリースペースにするのもよし、大きめサイズの冷蔵庫も持ってくることができそうです。ガス漏れ検知器ございます。いやー、新築、すごくいろいろございます。現代人の生活スタイルに確実にフィットしてきております。ということでキッチンはこれくらいにしておきまして、次はこちらに向かいたいと思います。仕上がっております。パウダールームでございます。Open fire. 洗面化粧台の三面鏡は開閉可能。棚の高さは調節可能。様々なサイズの化粧品に対応可能。伸びます。伸びます。ストレート、シャワーモード切り替え可能。なるほど、シャンプードレッサーというんですね。寝癖がひどい方を徹底サポートします。見たことない清潔さ、仕上がっております。洗濯機はこちら、横にスペースがあるので、物を置けたり洗濯機を配置する際もスムーズにできそうです。ここに洗剤が置けます。浴室乾燥機能ございます。マックス製。風呂蓋もついてます。そして下には、はい、床下収納ございます。使用頻度は少なそうですが、収納なんていくつあってもいいですから。Open fire. 非常に綺麗な浴室。ブラックカラーの壁タイルが美しい。見た目はスタンダードながら設備は最新。浴室のおすすめポイントでございます。カクカクシカジカ、ふむ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 、ああ、なるほどでございますね。ありがとうございます。とうとうエアインシャワー、シャワーヘッドの吸気口からエアを吸引し、水圧エネルギーを使って空気を効率的に混合させ、より大きな水粒を生成させます。最新設備で仕上がった、非常に魅力あふれるバスルームでございました。ということで縁も竹縄松原市、ロフトスペースを見ていきましょう。その前に洗面台横を開けますと、おトイレございました。拡大性温水洗浄便座。上部には収納棚が設けられペーパー類の保管も楽々たっぷり。天井には換気機能。スマホや小物が置けて便利。2連ペーパーホルダー。2連の重要性があまりわからなかったのですが、あえて2連にすることによって上のスペースを有効活用できます。さあ、ロフトが苦手の私ですが今日も登っちゃいます。どうやらこちらのロフト、スライド式になっており、必要に応じて簡単に取り出し可能。非常にスムーズ、簡単に昇降可能な見た目にそそられます。ロフトが苦手な私でも、なんだか登りたくなっちゃうアスレチック感ございます。はしごの登りやすさに胸熱、ちょうどいい角度。換気口ございます。コンセントございます。よいしょ、スイッチは良好。下と同じくホワイティウッディタイルで新築感が溢れ出ております。キッチンが段差で少し下がっているため、天井はそこまで高くなく、湿気もそれほど溜まりそうにない雰囲気。この場所を寝室として利用もできそうです。
というよりか、したくなってしまう既視感ございます。そうすることで下のリビングスペースはかなりゆったり使えるので、胸厚な空間にできますね。ということで一部屋目の探検はここで終了のようです。どうでしたか？令和の最新モデル、外観のかっこよさはもちろんのこと、リーズナブルな賃貸物件でこれでもかと言わんばかりのセキュリティ設備、その他たくさんの設備を盛り込んだ胸厚ワクワクドキンちゃんな物件でございます。隣のお部屋も今回内見可能ということで、後半ではそちらを探検してまいります。それでは前編はここまで、皆様ご視聴誠にありがとうございました。さあ、物語はセカンドステージ、お部屋もセカンドステージに突入、果たして隣のお部屋はどうなっているのか。失礼します。次回、最近のマンションはすごい、2。お楽しみに。